はーす。さあ、今日は、上下運動公園で、福山市 FC の中国リーグ、第5節ですかね、試合があります。今日はね、家からね、上下運動公園まで約2時間かけて来ました。結構ね、時間かけてきたんですけど、まあ、やっぱり、今日は府中市マッチって言って、府中市、福山の、方々が楽しんでもらえるような、日であります。だから、今日は府中の、上下運動公園で、試合が行われるので、この機会に、みんなに楽しんでいただけたらなと思います。今日も熱い後押しの方よろしくお願いします。そして、まあ本当に今日はね、予想では1200人ぐらい来るっていう風な予想はされてるんで、もうこれはもう福山にね、シティを知ってもらうチャンスであるし、応援してもらえるチャンスだと思ってるんで、たくさん盛り上げていきましょう。それでは試合会場に、手が塞がってるんでちょっとやれないですけど、試合会場に行ってくる。それでは、はい、今日は中国サッカーリーグ第5節です。相手は、米子元気。この、まあ、ここ最近、調子を上げてきて、非常に、強いチームであるし、やっぱり、まあ、今年の米子元気さんは、本当に、なんか、よりパワーアップしてるなと思って、いいチームなので、必ず、今日も勝って、福山シティに5連勝と、行くような、試合になればと思います。なんか、ちょうど出演じゃないですか。出演料を取りたがる人。いつもと同じようなテンションで同じような出演を。今日は負けられない戦いです。ね。はい。頑張りましょう。じゃあ、ホッシャさんは、ホッシャさんでした。ありがとうございます。はい。まあ、今日も熱いゲームしていきましょう。よろしくお願いします。それでは、試合に、行ってくー。あざーす。お前ももう近い。
様です。中国リーグ第5節、福山スティール FC 対米子元気 SC の試合、勝つことができました。いやー、でも米子元気さんの、カウンター、速攻カウンターがめちゃくちゃ速くて、やっぱあれを対処しきれなかったのがちょっとやっぱり痛いところではあるかなっていうのと、やっぱ福山うちはやっぱり攻撃面がすごいもう圧巻だったんで、本当にここは言うことないかなと思います。やっぱり今日は本当に勝ててよかったかなと思います。次は中国リーグ第6節、三菱水島 FC さんとの対戦になってます。そしてアウェー戦ですね。アウェー戦で、ソージャでの試合になります。もしよかったら一緒にまた応援していきましょう。よろしくお願いします。まあ今日はね、本当にいい結果だったし、府中、福山の、上にある府中市の皆さんにも来てもらったりとかで、本当にいいゲームができたなと思います。初めて来られた方も、楽しい興味持ってもらっていいかなと思いました。だから、これからもたくさん、盛り上げていけたらなと思います。初の上下での運動、上下での開催でしたが、とてもいいゲームでした。そして今日は宇宙 FC さんと、一緒になってやってきましたけど、本当にすごいいいものができたかなと思います。こちら宇宙 FC さんと宣伝させていただきますね。こちらね、エンブレムあちらになってます。はい、なんで共に、スピーダービンゴ宇宙 FC さんと山下 FC、一緒に高みを目指して、これからも盛り上げていけたらと思います。今日はありがとうございました。また次の動画に、せーの、いってらっしゃい。ありがとうございました。いや、お前近いって。お、何回すんだ。あ、まだやってんの。あ、お前何回すんの。絶望的な方ですよ。Yeah.
柳チャンネル登録よろしく。